皆さんこんばんは。こんにちは。にゃにゃチャンネルキャベ太郎です。にゃにゃチャンネルもっこり大佐です。暗いよ暗いよ暗いよ。いや暗いよ。まさかね、まさかねって言うほどまさかなのか、うん。プレビュー動画の方ではね、俺の予想が3対0、レッツ勝利、モッコの予想が1-0勝利、うん、勝利を疑っていなかったんだけど、うん、そしてコメント欄の方にもね、皆様予想を書いていただいてありがとうございます。全員、外れシャーなしですね。シャーなしですね。いや、勝ってほしかったんだけど。そりゃそうよ。勝ってほしいよ。いや、もうね、ガンバさんのね、選手たちもそうだし、すごく嬉しそうでしたね。まあ、ちょっとなんで負けちゃったか、ね、みんなでね、ちょっと共有していこう。シーズンは続くし、このシーズン終わっても浦和レッズは続くんだよ。そう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 。それでも俺たちは応援していくんだ。うん、そういう悲しい生き物なんだよね。それが浦和の男たちよ。ニャニャチャンネル。第2節が、埼玉スタジアムで行われました。浦和レッズ対ガンバ大阪、まあ、皆様、まあ、ご存知の通り、なんと後半81分に岩尾選手が2枚目のイエローカードで退場し、その直後の83分に、ガンバ大阪福田選手のゴールが、まあ、決まってしまい、結果0対1でガンバ大阪勝利、浦和レッズ敗北ということの結果に、悲しい悲しい結果になってしまいました。うん、プレビューの方でも触れましたが、まあ、順位などは、まあ、ご覧の通りです。ガンバ大阪、意外とアウェーでね、勝利数がそこまで少なくないということで、まあ、警戒はしていたんですけどね、まあ、この、そこにさらに上積みされてしまいましたね。ホームチーム、アウェーチームが両方ともゴールを決める BTTS だったりとか、1試合平均のゴールが 2.5 より上したっていう話の数字が、まあ、そういう低かったんだけど、結果として0対1なので、それもさらにこういう数字から、まあ予想された通りの結果になってしまいましたね。とはいえ直接ね、対決はね、若干まあ得点がたくさん入ってたんで、予想の方は3対0と俺の方は言わせてもらったんだけど、まあ結果的にはまあ0対1というゴールが少ない試合展開になりました。ガンバさんはたくさん、まあ選手入れ替えがあって、井出口選手が抜けたりだとか、戦力の面でね、少し下がる部分が結構あると読んでいたんですが、結構他はね、見事に新加入のね、石毛選手だったり山見選手だったりっていうところが存分に活躍してね、うん、若い力をここにね、戦力に組み込んでいたっていうことになりますね。前半の出来はね、あまりこの鎌さん褒められたものじゃなかったとは思うけど、まあ本当に石毛選手と山見選手が入ってからね、前のプレスも結構ハマりだしてね、うん、少しずつね、リズムを取り戻していったっていう印象ですよね。うん、はい、つまり補強は成功だったんじゃないでしょうかね。で、スタメンの方はこちらに示している通りです。浦和レッズは、はい、左サイドバック大畑選手、右サイドバック宮本選手が、うん、まあ、前節と変わってスタメン、うん、でボランチに岩尾選手が入って、うん、トップ下に小泉選手が入るという形で、岩尾選手小泉選手なんかが入っていることを考えると、やっぱりポゼッションをね、高くして、まあ、どういう風にゲームを組んでいくのかなっていう意図が見られるかなって思います。うん、ガンバ大阪は後半レアンドロ・ペレイラ選手に代わって山見選手、うん、で柳沢選手に代わって、はい、石毛選手が投入と。でまあ、個人的な意見ではレアンドロ・ペレイラ選手はパトリック選手に代わるような活躍はできてなかったかなって思う、うんうん、で倉田選手相変わらずいい選手ですね。元気だよね本当、うん、そう、それが一番ぴったりくるわ、うん、相手チームからするとすっげえ嫌だ本当に、うん、なんかすごい怖いし、なんかちょっとオラついてるじゃんとレッズは後半は大畑選手に代わって真当選手が45分で、うん、まあ、投入なんで、うん、まあ、大畑選手は完全なコンディションではない、うん、まあ、計画された選手交代になりましたね。大畑選手ね、個人的にすごく見てて、まあ、良かったかなって思うのは、うん、なんとなくこうポジショナルプレーみたいなの理解は深そうで、まあ、関根選手が下にちょっと下がってきてボールを受けたりっていうシーンもあったんだけど、まあ、その場合にはちゃんとね、5レーン意識して、うん、まあ、ポジション高いポジションを取ったりとかっていうことができてたかなって思うので、うん、まあ、この大畑選手だったりとか、はい、まあ、反対のね、宮本選手の、うん、まあ、後方からのパス回し、うん、ポゼッションへの貢献度みたいなところとかは、まあ、今シーズン、うん、さらに面白くなっていくんじゃないかなって思う。この両翼に関してはかなり前半の、ね、内容はすごく良くて、ポジションも、ね、高めにとって、糸田選手がディフェンスラインに入って、でポジション高めなんで相手の両サイド
構ねうまく殺してたし、まあ、大畑選手も宮本選手も攻守の切り替えが結構良くて、うん、かなり、いい評価になるんじゃないかなって思ってたんですけど、ただベンチメンバーの中に攻撃的な選手がものすごく少なくて、はい、特にこのサイドの松崎選手、うん、関根選手に代わる選手がいないと。でこの両選手も前半すごく良かったなと思ったんだけど、ね、やっぱり後半70分、うん、75分過ぎあたりから、うん、あの動きは悪くないんだけどやっぱキックの精度だったりとかねそういうところが落ちていったっていうのがちょっと見えてきてて、うん、残したい気もするし変えてもいいなっていうところがあったんで、まあ、もうちょっとこう選択肢が増えるといいのかなっていうのはやっぱり思う。松尾選手どうなったんだろうね。そうだ ね、なんか写真を上げてたから、うん、あのまあ、てっきりベンチにもう入ってくるのかなと思ったけど、さすがにまだあれなんでしょうね、もうマックスのコンディションじゃないということで入ってないんでしょうけど、うんうん、そろそろじゃないですか。で、まあ、交代選手がいないなって思ってたんだけど、まあ、幸か不幸かね、うん、岩尾選手が退場ってことになっちゃったんで、まあ、ちょっともう攻撃的な選手の投入っていうところから、はい、まあ、守備的な選手に投入するのかなと思ったんだけど、ちょっと遅くなってって言っていいのか分かんないんだけど、まあ、そのすぐ後のシーンで、ね、うん、失点をしてしまって、まあ、ただその後に、はい、あの攻撃のところに、ワンちゃん、犬飼選手を入れるみたいなところは、うん、やっぱりなんか去年 その牧野選手投入よりも俺はあの結構ポジティブに見えて、パワープレーのオプションとしてすごく生きるんじゃないかなって俺は思った、うん、でスタッツの方ですね。で、うん、裏レッズのポゼッションが 67% で、はい、ガンバ大阪が 33% と、うん、まあ、はっきりとねポゼッションに差が出て、まあ、後半の10、はい、残り10分ぐらいはね1人少ない形にもなったんだけど、それでも 67% をキープしていたので、うん、そういう面で見るとすごく試合を優勢に進めてたっていう風に見る人も多いのはすごく理解できるんだけど、いろんなホームページで出されているゴール期待値なんかっていうところを見ると、浦レッズ 1.43 で、うん、ガンバ大阪が 0.96 っていうことで、まあ、1.43 っていう数字はすごく高いっていうわけではない、うん、で、まあ、それに加えて枠内シュートね7本だったりっていうところも見ていくと、うん、やっぱり決定的なチャンスを作る機会っていうのは、まあ、あの去年に比べて大きく改善できたとはやっぱり言えないかなっていうふうに思う。ただね、あの、まあ、前回のそのポストゲームの動画とかでも触れていた、うん、そのパス成功率だったりっていうところはこの試合ではやっぱり高い、うんうん、はい、で、まあ、クリアの本数とかも少ないっていうところで、やっぱこういう数字が上がってくるとファンの印象は結構良くなってくるね、自然とね。そうだね。俺が言いたいのはやっぱりこういうね、うん、数字が高くて好印象っていうところじゃなくて、うん、決定的なチャンスがどれくらい作れてたかってところがさらに重要だっていうところは、ちょっとこのスライドで話したいところかな。この数字だけ、本当にこのスタッツだけ見るとさ、うん、勝ってるよねなんか負けたスタッツとはとても思えないんだよな選手採点のコーナーですね、はい、最低点が 1点、最高点10点の評価ですよね。でこれはもういろんな意見があると思います。厳しすぎるとかそういったことがあると思いますけど、うん、ピックアップして喋るとすると、まあ、ちょっとね厳しかったのは伊藤敦樹選手ですね。正直言います、うん、途中まで私の中で最高評価だったんですよ。ディフェンスラインに入ってパス回しするし、ドリブルでやや持ち上がって前前方につけるパスだったり、ここでもう本当に完璧な仕上がりだったんですけど、うん、ちょっと残念ながら失点シーン、ちょっと1人、まあ、選手が少ないとはいえ、中央の、ね、ガンバの、山本選手かな、こうフリーにさせてしまったっていうところで、少し評価点としては下げています、うん、はい、結構みんなボールサイドに寄ってたよねあのシーンね、うん、だからもう誰が悪いっていうのを見つけるべきじゃないのかもしれないけど、まあ、事実浮いてたのは山本選手だったので、ちょっとここはちょっと見過ごせないかなと思ってピックアップしました、うん、あとは小泉選手と江坂選手ですね、うん、ここ相当迷ったんですけど、うん、一応最低点っていうことになってます、うん、でどちらかというと小泉選手ですね、前半なんかはねちょっとあの中盤下がってきてパスを受けてここは展開するっていうところですごくポジティブな印象でした、うん、ですけど、まあ、やっぱコンディション不良があるのか、どんどん時間が進むにつれて存在感が薄れていったっていう印象が拭えないのと、うん、あとはゴール前こぼれ球集めたシーンはちょっと決めてほしかったなっていう思いがありました、うん、一番心配なのは江坂選手ですね、うん、やっぱ今日この試合もかなり重要な役割になってたんですけど、うん、
まあ、江坂比ですね。江坂比でちょっとボールコントロールミスが多くて、うん、キックミスも含めてですね。だからちょっと連戦の疲れが出てるのかなっていうところで、正直言うとここが一番心配な部分ではあります、うん、逆にですね、いい評価を与えているのは、うん、関根選手と大畑選手ですね、うん、大畑選手は本当にフルで見たいですね、早く攻守にわたって、躍動していた印象がありますので、あの運動量は伊達じゃないと思います、うん、関根選手ですね、やっぱもうここ数戦と気持ちを前面に出して体を張ったプレーを見せてくれてます。でいい位置ファウルもらったりで、何気にね、あの身長とはから想像できないんですけど、競り合いの強さもあって、本当にハイボールの処理もうまくしてくれていましたので、評価は高めになってます。で隠れたところで言うと、やっぱ岩波選手ですね。この試合最高だったと思います、うん、もう何本もロングフィード通してたので、岩波選手のコンディションは周りの選手と比べて上昇中です、うん。いや、岩波選手はやっぱ特に、やっと岩尾選手とショルツ選手がいると伸び伸びやってるよね、うんうん、やっぱさ、パスの出しどころが一つに絞られちゃうとものすごくプレッシャーを感じて自分のプレーはできないんだろうね。だから岩尾選手加入で一番さらに、まあ、去年も俺は良かったと思うんだけど、さらに良くなりそうなのは岩波選手かなって思う、うん、なんか素晴らしかったよねこの試合、うん、岩波選手良かったと思う。ちょっとまあ視点シーンはまあ全然何もしようがなかったと思うけど、うん、攻撃面では、うん、ちょっと岩尾選手が高くねってなるかもしれないですけど、パス本数もチームトップだったんですね、うん、岩尾選手だからちょっと変えられなかったのかなっていうのがあって、で早い段階でイエロー1枚もらってたんで、ここに関しては完全に結果論になっちゃうんですけど、うん、チームとして交代をね使うべきだったんだなっていうのがあります。なのでここに関しては岩尾選手の評価じゃなくてチームとしての評価としてここは下がる部分なのかなと思ったので、岩尾選手を必要以上に下げたりはしていないです、うん、どうでしょう。難しい。いや俺もさ、平野選手もっと信じてあげてよ、大丈夫だ、やれるよということで、まあ、岩尾選手ね、退場してしまって、うん、まあ、次節出場停止になるんですけど、どうかな、うん、次は、うん、だからミッドウィークの川崎フロンターレ、うん、まあ、強い相手なんだけど、岩尾選手に取って代わって入るんならやっぱり平野選手だよね、うん、そう、岩尾選手がね不運にも退場になってしまって、早い時間にもうイエローカードもなっちゃってたんです。なので、まあ、チームとしてそこは交代枠としてね平野選手投入っていうのはすごくありえた話だし、もう完全に結果論ですけど、もっと交代の選手っていうか、もうベンチのメンバーですね、もう信じてやってほしいですね。なので今回おそらく平野選手がね次先発で出ることはあるかと思うんですけど、ここはもう皆さんで熱くことして平野選手変な踊りを見せてもらいましょう平野ダンス、トトロキで平野ダンスを見ようぜっていう、まあ固くいくっていうので出れないっていう場合もあるかもしれないけどガッチガチにね芝と熱き並べてね、うん、ということで今シーズンはできる限り、まあ、プレビュー、ポストゲーム動画をね、うん、作っていこうと考えているので、この動画面白かったと思う人がいたらチャンネル登録と高評価の方をぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。Check the mic and make sure it sound right, boys.